わあ、そうね。あ、清めてきました。そう、何の話がしようかなーって、もうお風呂場ですんなか話に、まあ、思い出して、何回も思い出してるんですが、まあ、忘れもするけど、忘れ去る内容じゃないから、うちの日常と関連ある内容と、そして、まあ、日常的に考えてる内容もあるし、で、その組み合わせもあるし、その掛け算もあるし、割り算もあるし、みんなそうでしょ、でも。あることについて考えたり。で、あれは、ひょっとしてこうじゃなくて、こうちゃうかと思っても、それとそれが両方来たらどうしようっていうか、その足し算ですか？足し算やねんけど、ひょっとしたら掛け算かもしれないでしょ。心のダメージは掛け算かもしれないでしょ。出来事は足し算でも。例えば、そうねえ、陰陽道。あれは実はね、まあ、陰は陰。陽が陽。陰陽道。陰の方が陽。要するに陰の方が陽。陽の方がにゃー。ワン、ツーってこと？ 犬の方が陽ですか？猫の方が陽ですか？犬の方がいいんですか？猫の方がいいんですか？これは4章なんですか？陽、陽、陽、陰、陰、陽、陰、陰。本当はね、陽、陽、陽、陰。で、陰、陽。あ、違う、だから、じゃ間違えた。だから、陽、陽。で、次に陽で陰が来るでしょ？これこう来るから陰、陰。それから陰、陽。で、なんか、うーってなられるかね。でも、この並べ方だけでいいのかな？ で、まあ、ただ皆さん、自我、人間とは違っても、自我にとってはね、猫の鳴き声も虎の鳴き声に聞こえます。犬の鳴き声も竜の鳴き声に聞こえます。それは自我がネズミやからですか？とか。ああ、そうかも。まあ、とにかく怯えてんねん。まあ、だから、竜とか虎の声だと恐ろしいでしょ？怯えてるでしょ？でも、肉体とただの犬の声とか、猫の声やねんけどな、何を怯えてんのかな、神は。っていう時ある。神なんか、本当は。あ、天使やから、天使やから。鳥やから、鳥やから。怖いから、怖いから。やっつけて。え？天使がやっつけてくれるんでしょって。そんな風に習ったけど、一応、なんか、聖書に天使が助けてくださいなんて書いてるの、すごく妖精じゃないですか。いや、だから、恩返ししろって。 それ日本の昔話でしょ。 先生、そんなのにちゃうし。 あん時はあん時だったんだよ。 鳥のこと気の毒と思わないの？って。あ、やっぱり鳥だったんだ、天使って。 終わったかよ、違う。 じゃあ、食べようかな。 今もな、なんか桃のな、まあ、猿は思わんやろな、草食絶叫から。カニ食い猿も思わんやろな。でも、餌として与えたらカニ食い猿は別に鳥は代謝できるんちゃう？レイチャールって基本ね、雑食ばっかりやけど、たまに草食がおるよね。それは猿とかゴリラは草食やね、完全な。人間とか、チンパンジーオランウータンとか、あの人は雑食ですよ。なぜなら、その、雑食したいってその、養われへんの。実は、もちろんね、エネルギーはね、エネルギーは糖ですよ。炭水化物ですよ。ね、肉では炭水化物とね、ちょっと難しいよな、不利やな。せやけど、その思考回路 作るのはホルモン。な、タンパク質ですよ。ね、免疫系も、生殖系も、ね、筋肉も、骨も。タンパク質が作ってるのがあってさ、それを動かすっていう時の循環器をズカーンって回す時のエネルギーとして、燃料としては炭水化物しか有利じゃないよ。炭水化物のエネルギーとしての力すごいよ。じゃあ猫なんて、じゃあ炭水化物ほとんど食べへんのに、なんで、でも持続力ないでしょ。
で、その時の一瞬の行動、あれはアミノ酸による速さや。で、分解できるね。タンパク質と。あ、人間もできるよ。だけど、炭水化物も炭水化物も食べれるから、炭水化物優先しちゃうの。じゃあ、猫本通り少ないよ。素早いけど。持久力ないでしょ。持久力は絶対炭水化物なんて無理やし。まあ、脂質からもできるから。そうなんか書いてあったんですよ。今日何見たか。ああ、渡り鳥はね。脂質を分解してるんですよ。普通の脂質はどこから出てるんですか。魚。な普通に。で、猫はタンパク質をすごい有利なエネルギーに実は分解できんねん。人間はそんなにタンパク質を上手に分解できへん。実は、そこまでは。猫ほどタンパク質に対して優秀じゃない。人間はね。それだけの違いね。ただ猫もメガネザルの子孫ですからね。人間もメガネザルの子孫。猫と人間は実は案外近いんですよ。ひょっとしたら猿よりも猫の方が人間に近いかもしれない。なんでなら猫ってめっちゃ遊べる器用に。いつまでもこうとことことこと。あんだけ熱心に遊ぶ生き物っていうのは猫か人間か。あとは、まあ、チンパンジー。ご覧になった。あの辺だけやん。雑食。猫は、肉食ですよ。ちょっと、まあ、ハーブをめっちゃ食べる。ハーブは。スパイスは全然食べない。死ぬとスパイス食べたら猫は。スパイス系は猫を殺しちゃうけど、ハート系は猫を生かす。普通に薬草って分かってるもん、猫は。ハーブの方がね。で、スパイスはもう、あれと思って、ちょっと出ると思って、あ、これちょっときついわ、スープやめるから。だから餌とかに混ぜたらあかんね。病気になる。犬もまあ、その、順序。な。で、じゃあ、例えばその、あれ、ヨハネ黙示録の、竜と虎。わ、いいねんけどな。じゃあ、中日ドラゴンズ阪神タイガース。あ、悪口ちゃうか。どこに竜と虎がおんの。あ、悪口ちゃうか。竜神と虎神の話としてもやな。じゃあ、ただ吠えてる選手少ないや。吠えてる選手おるよ。な。でも、あれ、竜の声とか、虎の声に聞こえますか？明らかに人間の声やろ。なしかも男の人の。タイツタイツタイツってやれへんやろ。何や今の展開速さ。猫の特徴に伝えたの。で、普通に穏やかに喋ってるやろ。でも、精神集中の時一緒やろ。で、すぐ V 字回復いるから。穏やかになるのは、アミノ酸の代謝は他の人類よりか、うちら、狩猟民族の方は、それは猫にちょっとは近い。いや、ちょっとはな。それだけのことや。それだけの違いや。微妙な違いやけど、この微妙な違いが、結果にはめっちゃ影響出んねん、実は。それはわかるやろ。天文学的な結果の違いが出んねん。性能の微妙な違いや、実は。それわかるやろ。商売やってるとめっちゃわかるわけね。技術に携わっているともめっちゃわかるわけで。ね。それはもう文学なんかちゃうよ、そういうの世界はな、実はな。文学でごまかしてる人も多いけどな。それは、あれ、ペテンや。実はわかってるけど、文学でごまかそうと必死やん。バレたら嫌やから、原理を。その原理自分だけ知ってると思い込んでんねん。まして、狩猟民族がずっと守ってた生き方、隠してた秘密を、なんか漏れ聞いて、狩猟民族相手に、なんか説教しようと。まあ、狩猟民族型の。見透かされて笑われるやろ。逆手に捕らえて。で、翻弄されるやろ。手玉に捕られるやろ。そういう人たち。なんちゅう。そんなシーン結構見てきたんちゃうのよ。最近も見せたらな、そんなシーンな。で、結局、じゃあ、そうギャオスっておったら、内藤ギャオス。おったよ。ヤクルトかな。あのピッチャー投げたと、ギャオスって叫んでたでしょ。でも投げ方どうやったらギャオスっぽかった怪獣ギャオスでしょ。なんかめっちゃなんかスクエアな投げ方めっちゃスクエアな投げ方して投げ終わった後ギャオスやったらめっちゃ怪獣なんやろこれギャグかなと思って投げてる時全然ギャオスって言わんやろうけどめっちゃスクエアな不思議やなと巻き絵なんやろ芸風なんやろなと思ってギャオスの方が なんかのパーティーやろなと顔だけギャオスですよって逆やろなと思って投げ方めっちゃスクエアめっちゃ知性的でしょーと知性的なピッチャーやったやんなんかでも顔だけは確かに確かにギャオスにふさわしいからそういうギャグやったと思うねんちはあれは
じゃあギャグの世界ね、その辺はね。で、ギャグじゃないにしても、中日のピッチャーが出た後、ブワーッとやるか観客席引くやろ。何万人入ってようが、300人しか入ってないが、みんなドン引きするやろ。タイガースのしかね。タイガースの、打った後、カーンって打った後、ドーンって、そのついでに、ピッチャーにガーッと襲いかけて、ピッチャーのとき、あれやろ。そんなんやったらもう、投げ方の時点で、打ち方の時点で気づくわ。な、バッターだ、バッターボックス入る前に逮捕やんか、もう。みんな妄想きついねんだから。人間の仕事やん、あれ、普通の。だって人間の、あれ、遊びやで、それは職業にしてはんねん。だけど、人間特有の体の使い方せんかったら、なあ、ボロ負けするやん、いくら。竜とか虎の体の使い方しても、所詮人間の体やから。竜とか虎の動きしたら、ボロ負けしますよ。一旦休憩しような。だいたいみんな分かってきたやろ、状況が。